PGT ボーリガード、ピエール・グスターブ・トゥータン・ボーリガード、A、ピエール・グストブ・トゥートンとボーガード、1818年5月28日から1893年2月20日は、アメリカ合衆国のルイジアナ州生まれで、南北戦争では、南の将軍である。灰色のナポレオンとして知られ、著作家、公務員、政治家及び発明家でもある。ボーリガードは南軍結成当初から傑出した将軍であった。1861年4月12日のサムター要塞の戦いでは、チャールストン防衛軍を指揮し、3ヶ月後にバージニア州マナサスの近くで行われた第一次ブルンの戦いでは勝者となった。西部戦線では、テネシー州におけるシャイローの戦いやミシシッピ州北部でのコリンスの包囲戦を含み、南軍を指揮した。疑いもなく偉大な功績は1864年6月に圧倒的に優勢な北軍の攻撃からピーズバーグ市を、さらにその結果としてアメリカ連合国の首都リッチモンド市を救ったことである。しかし、南軍の戦略におけるボーリガードの影響力は大統領のジェファーソン・デイビス及び他の上級将軍や役人との関係悪化により低下した。今日、通常は PGT ボーリガードと称されるが、戦争中はファーストネームを滅多に使うことなく、書簡には GT ボーリガードと署名した。ボーリガードはニューオーリンズ郊外のセントバーナード郡にあるコントレラスプランテーションで白人クレオールの家庭に生まれた。ニューオーリンズの学校に通い、その後ニューヨーク市のフランス語学校に行った。ニューヨーク州ウェストポイントの陸軍士官学校で訓練を受けた。この時の教官ロバート・アンダーソンは南北戦争が始まった時のサムター要塞指揮官であった。皮肉なことにアンダーソンはサムター要塞でボーリガードに降伏することになった。ボーリガードの姓はもともとトゥータン・ボーリガード、フランス語読みではトゥータン=ボーリガールであったが、自分でハイフンを落としてトゥータンを第2のミドルネームとして扱い、旧友に合わせた。またその頃からファーストネームも滅多に使うことがなく GT ボーリガードを好んだ。1838年に同期では2位の成績で卒業し、砲兵としても工兵としても成績優秀だった。軍隊での友人の多くに使われたニックネームは小さなクレオールであった。他にもボリー、小さなフランス人、フェリックス及び小さなナポレオンがあった。米北戦争の時、ウィンフィールド、スコット将軍の下で工兵として従軍した。コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いで名誉大尉となり、さらに肩と太ももを負傷したチャプルテペクの戦いで、宿儺に昇進した。1841年、プラークミンズ軍の佐藤農園主、ジュール・ビレーレの娘、マリー・ロール・ビレーレと結婚した。マリーは、ルイジアナ州の第2代知事ジャック・ビレールの父兄の孫娘であった。夫妻には3人の子供、ルネ、アンリ、およびローレが生まれた。マリーは1850年に死んだ。10年後にセント・ジェームズ郡出身の佐藤農園主、アンドレ・デス・ロンドの娘、キャロライン・デス・ロンドと再婚した。キャロラインはルイジアナ州選出のアメリカ合衆国上院議員で、後にアメリカ連合国外交官となったジョン・スライデルの義妹でもあった。生まれ故郷の町で短期間政界に入り、1858年のニューオーリンズ市長選挙では僅差で敗れた。1858年から1861年までニューオーリンズの排水路を担当する主任技師になり、そこで連邦税関庁舎の建設を指導した。その後ウェストポイントに戻って、教官を務め、1861年1月には、士官学校の校長になったが、ルイジアナ州がアメリカ合衆国から脱退したので、わずか5日間で辞任した。ボーリガードは1861年3月に、准将として南軍に入ったが、7月21日には、昇進して結果的に8人の南軍大将の一人になった。昇任の日付によって5番目の順位となった。当時南部にとっては最重要都市の一つであったニューオーリンズを防衛するために強力な軍隊の駐屯を推薦したが、デービス大統領によって却下された。この時から、ボーリガードとデービスとの間の摩擦が始まり、年を追うごとに激しくなっていった。アメリカ連合国政府からボーリガードに与えられた最終的な任務は、チャールストンの部隊を指揮することだった。多くの時間が過ぎ去り、アメリカ連合国からリンカーンに宛てて、南部の大地から軍を撤退させるように何度も要求が行われた後で、北軍が支配しているサムター要塞に砲撃が開始された。これが南北戦争の始まりだったが、この交戦では一人も殺されなかった。ボーリガードとバージニアのジョセフ・ジョンストン将軍は、南軍を率いて第一次ブルランの戦い、第一次マナサスの戦いで勝利を収め、ボーリガードにとっては、陸軍士官学校の同期生の一人でアービン・マクドウェル少将を破った。この戦闘中に戦術として偽物の大砲を採用し、その後の戦闘でも使うことになった。ブルランの後でアメリカ合衆国の旗との見た目の混乱を避けるために、アメリカ連合国の国旗、スターズ&バーズの代わりに標準化された戦闘機を使うことを提唱した。ジョンストンやウィリアム・ポーチャー・マイルズと共に南軍戦闘機の考案と製作に関わった。その経歴を通じてこの旗の使用法を体系づけるために働き、南軍の最も人気のある象徴にすることに貢献した。ボーリガードはテネシー州に派遣され、アルバート・ジョンストン将軍が戦死したシャイローの戦いで南軍の指揮を取った。初日、1862年4月6日の戦闘はうまくいったが、北軍がすでに敗れたとみなして、時期尚早に攻撃を止めさせてしまった。2日目、北軍のユリシーズ・グラント将軍が援兵を受けて反撃に出た後で、ボーリガードは後退を強いられた。後にコリンスの包囲戦でも、北軍のヘンリー・ハレック少将の部隊によって、南軍の補給基地からの撤退を余儀なくされた。その後南軍の指揮は、アラバマ州出身のブラクストン・ブラック将軍にて、変わられた。これには、南部連合の大統領デービスとの折り合いが悪く、逆にブラックがデービスのお気に入りであったことも関連している。ボーリガードは、その後、ジョージア州とサウスカロライナ州の海岸地帯の防衛軍指揮に回された。1862年から1864年にかけて、北軍が繰り返し、チャールストンを襲ったが、これをうまく防衛できた。1864年、リッチモンドを守るロバート・イーリー将軍を支援した。ドルーリーズブラフ近くで行われた、バミューダ・ハンドレッド方面作戦で北軍のベンジャミン・バトー少将の部隊を破った。この勝利に続いて、ピーターズバーグの絶望的な防衛についた第二次、ピーターズバーグの戦いと呼ばれる戦闘では、わずか2200名の部隊で16000名の北軍による攻撃を跳ね返した。ここでバミューダハンドレッドの防衛線から撤退し、ピーターズバーグの援軍に回るという賭けに出た。バトラーはこの開いた穴にはつけ込まないだろうと考えていた。この賭けが成功し、リー軍が到着するまでの間、ピーターズバーグを持ちこたえた。このバトラーに対する勝利で自信を得たボーリガードは、リーとデービスに対し、ボーリガードが指揮して北部への大規模な侵攻を行い、グラントとバトラーを破って、戦争を終わらせるという引き下げをした。その提案が入れられる代わりに、おそらくは、バージニアにおけるリーをイライラさせる者としての、ボーリガードを排除するために、ボーリガードは、西部の南軍指揮官に指名された。西部の南軍はすべて他の地域、テネシー州、アラバマ州及び、ミシシッピ州で展開していたために、ボーリガードには十分な戦力がなく、優勢な北軍のウィリアム・シャーマン少将が海への進むを行うのを止められなかった。ボーリガードとジョセフ・ジョンストン将軍は1865年4月に、ノースカロライナ州ダーラム近くで、シャーマン少将に降伏した。戦後、ボーリガードは解放されたばかりの元奴隷の公民権と選挙権を擁護する発言をした。ボーリガードは民主党員であり、レコンストラクションの間の共和党支配を終わらせるために働いた。ボーリガードは、兵法の原則と原理、1863年、チャールストン防衛の報告書及びマナサス方面作戦と戦闘に関する注釈、1891年といった軍事関係書を表した。南北戦争におけるボーリガード将軍の軍事活動、1884年の共著者と言われているが確かではない。1884年11月のセンチュリー・イラストレーテッド・マンスリー・マガジンにブルラの戦いを寄稿した。これらの期間にボーリガードとデービスは南軍の敗北について互いを激しく告発し、また過去に遡って非難する反論を繰り返し出版した。ボーリガード将軍はルーマニア軍1866年とエジプト軍1869年の指揮官の申し出を辞退した。その代わりに、鉄道の敷設促進について、会社役員と顧問技師の両方の立場から関わるようになった。1865年から1870年まで、ニューオーリンズ・ジャクソン&ミシシッピ鉄道の社長を務め、1866年から1876年は、ニューオーリンズ&キャロルトンストリート鉄道の社長を務めた。この時に送電線による市街電車の仕組みを発明した。1869年7月2日に彼はニューオーリンズで自ら発明した頭上の循環するロープを掴んだり、離したりすることで推進するケーブルカーの運行を見した。彼は1869年11月30日に特許を取得した。ボーリガードは、ルイジアナ州政府でも務め、最初は民兵、後に、州兵長官として、後に、ルイジアナ宝くじの支配人となったが、この宝くじはあまり成功しなかった。個人的には正直と考えられていたが、宝くじの不正行為を正そうとして失敗した。おそらくは、ニューオーリンズの第一長老派教会の牧師を長く、務め、道徳的見地から宝くじを批判する指導者、ベンヤミン・M・パーマーが、この計画を潰すために動いた。1888年、ボーリガードは、ニューオーリンズの公共事業検査官に選出された。ボーリガードは1893年2月20日に、ニューオーリンズで死に、そこの歴史あるマテーリー墓地にある、テネシー軍の墓に埋葬されている。ルイジアナ州西部のボーリガード軍及び、ルイジアナ州中部パインビル近くの州兵キャンプボーリガードは彼にちなんで名付けられた。アレクサンダー・ドイル製作になるボーリガードの騎馬像が、ニューオーリンズのボーリガード広場と呼ばれる、市民公園にエスプラネードアベニューが入る交差点に据えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。